透明なおしっこなんてあるんですか？うん、あります。あ、そうなんだ。まあ、特に腎臓病などと飲む量が増えるからおしっこが薄くなっちゃう。で、まあ、黄色だから正常でした。比重も正常です。あ、丸すぎちゃったで、あんまり高すぎてもダメ、脱水してるところになるから、から低いのもダメですちょうどいいところです。ちょうどいい。ペーハーが6、これちょっと低いね。これはそうなんです。これはちょっと低めです。できれば7がいい。7がいいです。だからちょっと酸性よりです。だから血液中のタンパクは出てません。ブドウ糖もケトンもビリルビンも、それから鮮血反応もないです、だから正常範囲ですね。だからこれはごめんなさい、これだけね、ペーハーだけちょっと低めだと。で、今からちょっと顕微鏡で見るのをちょっと見て